フォルクスワーゲンタイプ147は1964年から1971年にかけて西ドイツのコーチビルダーのベストファリア社で製造された郵便配送用の小型版である。1962年に新しい郵便物の配送用車両を求めていたドイチェポストはフォルクスワーゲンと協議を行ったがドイチェポストが要求する程度の台数では採算が合わず。 フォルクスワーゲン本体では受けることはできなかった。そこでフォルクスワーゲンはこの仕事を当時タイプ2のキャンピングカーを製造していたベストファリア社に持っていった。ベストファリア社は1963年11月にフォルクスワーゲンカルマンギア用の幅広ボディにスライディングドアを備えたウォークスルー版の試作車を製造した。 この車はビートルと同様の取り回しの良さとより優れた乗降性を備え荷物はタイプ2の半分ほども積むことができた。ベストファリアシャは1971年までにこの車両をドイチェポスト、スイスの郵便局とルフトハンザドイツ航空向けに1万台近く生産した。その名称からもわかるようにこの車両はフォルクスワーゲンから 形式番号を与えられた社外で製造された車の一例である。ワーゲンストーリー J スロニガーチョ、高再生グランプリ出版昭は59年5月20日、ISBN4 から90万6189から24から5。ありがとうございます。